皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士のルノメです。今日第15回は、弊社 Bレジェンド上野を、迎えまして、Bレジェンド上野はですね、ボディービルの大会に出ておりまして、年間通してもですね、体重の増減が結構激しくてですね、大きくなったりすごく絞れたりとか、すごく体がよく変わるんですね。ですので今日は、その試合に向けての、食事だったり、サプリメントの取り方、または試合が終わってからのオフ期の、過ごし方とか、そういったことを食事中心に、ちょっと聞いていきたいというふうに思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと待ってください、はい、こんなに台本地味な感じで布目さんの YouTube は回してますか？そうなんです。あんまりちゃんと喋れないで、いつも喋ること大体決めて喋ってます。あ、そうなんですね、はい、もう15回やってるんですね。そう、15回やってます。15回こんな感じで、はい、いつもかちょっと固めで、はい、ちょっと私硬いの苦手なんで、はい、ほぐしていただければ、ほぐしますよ。ちょっとフランクに楽しくできればと思います。で、何の話するんでしたっけ？はい、まず年間で、上野さんは大会はどれぐらい出てるんですか？はい、年によって違うんですけど、だいたい1から4、5くらいを出てます。だいたい7月から9月の間くらいに、はい、それを出てますね。あ、もうじゃあ、はい、9月から7月 ?7 月から9月緊張してますあれ、コラボとかしてないから緊張してます。そうですね、はい、じゃあ7月から9月の2ヶ月間が試合の期で、はい、じゃあそれ以外は、割と、なんていうか、でもオフ期でもないですけどね、そこに向けて調整していくっていう感じなんですね。そうですね、だいたいその7月の試合が、一発目の試合に合わせてそこに向けて減量を進めていくということを、毎年割としてますね。なるほど。じゃあその7月の、試合に向けて減量っていうのはだいたいいつから始めるんですか？これも逆にこうその試合に向けて何キロで試合に出たいのかというのがあって、でそれに対して現状何キロ体重があるのかっていうところによって、その時期は結構決めてます。で、今回の場合は、2月1日から、スタートしました。始まったんですね、もうまさに始まりました。で、結構多分その同じ時期に大会出る方って多いと思うんですけど、そういう方の中では割と早めに、着手してるのかなと思います。なるほど、はい、それで出る大会によって体重、ちょっと目標にする体重変えたりとかもしてるんですか？基本的にはがっつり絞り切ることを、目標にしてるんですけど、あとは、体重の階級があるので、あ、 その階級のちょっと駆け引きというか、例えば60キロ級で出るのか、65キロ級出るのか、しっかり絞って最後その例えば65キロ級に出たい場合、こう絞りすぎたら65下回ってしまった、はい、その場合は例えば直前で、体重の減量の時に水を飲んで調整して体重を65以上に乗せてから、大会に臨むような人もいますし、ちょっとその最終地点はかなりこう、細かい調整駆け引きにはなってくると思うんですけど、基本的には体脂肪率を、なるべく下げる、っていうところを目標にやってます。その2月からその減量が始まって7月までで、はい、でじゃあ大会が終わって9月に終わったら、そこから2月までっていうのは、どんな食事になるんですか？そうですね、かなりこうジャンクなものを食べるというか、かなり食生活崩しちゃってますね。タンパク質に関しては、基準の量、自分でこれくらい欲しいなと思う量を下回らないようにはなるべく取るんですが、タンパク質には、毎日気を使って、そうですね、
でそれ以外は割と好きなものを食べてます、うん、去年でいうと大会が去年は10月の中旬まであったので、うん、ちょっと遅くまで、はいはい、オンシーズンだったんですけど、うん、そこから、1月の31日までは割と好きなもの、うん、外食もラーメンも食べるし、揚げ物も食べるし、なるほど、ポテトチップスも食べたりみたいなことを、はいはい、してました。本当はこれは、まあ、いいか悪いかってあんま良くないんでしょうけどね。でもやっぱりそのオンオフがないと多分気持ち的にも持たないですし、だからまあそういう風にね、なんか自分の中でちょっとまあ、この期間は食べてもいいっていうなんかご褒美的なものがあると減量の期間も頑張れたりしますし、まあ、確かにそういうのあった方がメリハリあっていいかもしれないですけどね。そうですね、うん、なんか体重を落としていくためのヘルシーな食事を、うんうん、まあ、通年取ることに全く苦のない方であれば、うん、その方がいいと思うんですけど、うん、まあ、そういう減量食じゃないものを食べることが楽しいとかいう方であれば、そのメンタルケアのためにも、うん、食べてもいいのかなという、うん、考えのもと、食べちゃいました。はい、その間っていうのは、まあ、その気をつけてるのは、まあ、タンパク質の摂取量だけはまあ気をつけてるって感じで、はい、上野さんだったら1日どれぐらい取ろうと思ってるんですか？大体そのオンもオフも、うん、まあ、年間通してなんですけど、1日 200g 前後を、うんうん、取るようには、気をつけてます。うーん、はい、200g 結構取ってるんですね、はい、多めですね。そうですね、あでもそっか、体重がそうですよね、そうなんですよ、100kg ぐらい今だとね、はい、そっかそっか、なるほど、じゃあ自分の体重かける 2g ってことですね。ちょっとその辺も、うん、果たしてどういう形がいいのかっていうのは、うん、今後ちょっと検証していっても面白いかなと、うん、体重があたり、まあ、今 2g 前後をこう目安でやってるんですけど、うん、それより少し量を落として体の出来方が変わるのか、うん、逆に増やして出来方が変わるのかというのも、うん、これから歴を重ねていくごとにちょっとチャレンジはしたいなとは思います。はい、面白そうですね、うん、で、じゃその他に、まあ、その今のこの、まあ、オフ期というかその時に、まあ、タンパク質を 200g 取るようにしているってことなんですけれども、うん、まあ、そのうち、まあ、毎日ねプロテイン飲んでますけど、はい、プロテインはそのうちどれぐらい飲んでるんですか？プロテインの量だけで言うと、そうだな、結構私はプロテインを飲む食事の量に対してプロテインを飲む量は普通の方より多いと思うんですね。だいたい1日で飲むタイミングは3回、うん、でその3回のタイミングでそれぞれ2食分飲んでるので1日6食分、パウダーでいうと約、うん、180g、うん、で、タンパク質量でいうと 120g 分くらいはプロテインで、取っていることになってます。へえ、はい、ああそうなんですね、結構飲んでます。その他には何か使ってるサプリメントってありますか？そこまでこう突飛なものは使ってないんですけど、うん、もう基本的な、まあ、朝起きてアミノ酸飲んで、うん、まあ、ビタミンミネラルとって、はい、うん、あとトレーニング後とかにはプロテインと、うん、クレアチンと、うん、あと MD マルトデキストリンもトレーニング前後に、はいはい、取るようにしています。エネルギー補給とリカバリーですね。そうですね、うん、その辺目指してますね。なるほど、それくらいかな。その減量期になると、まあ、タンパク質の量とかなんか自分の中で決めてる食事の取り方とかってあるんですか？そうですね、まあ、減量も進めていくにあたって、うん、いきなりガラッと変えるっていうことはせず、うん、あ、そうなんですね、本当にちょっとの変化から始めるようにしてます。そうなんですね、はい、もう私いきなりすごいもう2月1日からもう減量食みたいな感じでいきなりガンってやるのかと思ってましたけど、徐々になるんですね、はい、まあ、よくにこの減量の仕方は結構、うん、トランプゲームに例えられるんですけど、カードは1枚ずつ切っていくというか、うんうんうん、一気にバッと切ると、はい、後から使えるカードがなくなるので、うん、1枚ずつ切っていってそれでの反応を見て減量 の、まあ、ちょっと波がオチが芳しくなって、うんうんうん、くなってきたらもう1枚カードを切るようなという例えがやっぱり昔からよく言われてますね。で私が今回2月1日から始めたことで言うと、うん、はい、晩ご飯、夜トレーニングすることがあって、トレーニングの後にプロテイン飲んで、で晩ご飯を食べてるということをしていたんですが、うん、2月の1日からは、それをやめてプロテインとその
マルトエキストリン、はい、クレアチンを飲むだけでも寝てしまうようにしました。そうするだけで割とスルスル、体重は今どう落ちているので、まずそのカードで様子を見ようかなと思っています。なるほどなるほど。まあ、夕飯が一番ね、そのダイエットする時とかもそうですけど、夕飯の量を調節するっていうのがやっぱり一番、まあ、いいっていうふうに、よく言われてますね。やっぱね、夕飯食べてからその後寝てしまうので、まあ、時間栄養学みたいな考え方もあると思うんですけど、夕飯ってやっぱ6時ぐらいに食べるのが一番エネルギーとして消費されるみたいで、ね、私仕事6時に終わってそこからトレーニングってなると、やっぱり夕食食べる時間もちょっと遅くなったりするんで、まあ、それがないとまあだいぶ、ね、時間的にもいいですし、まあ、多分摂取エネルギーとしてもだいぶ減りますから、それで効果出そうですよね。なんかその辺で言うと、まあ、減量っていう観点もそうなんですけど、まあ、寝る前 の, その食事を抑える、あまりそのお腹に満足感がある状態で寝るのと、そうでない状態で寝るので言うと、まあ、体重もそうなんですが、あと結構体の疲れとかにも私の場合関係してくるかなと思って、お腹に入った状態で寝ると、その次の日の寝起きが悪かったり、というのがあって、あ、そうなんですね。だからそれはあります。やっぱり体がそうなってるんですかね。そうなんですかね。なんか、その辺はあると思います。ある程度お腹が空いた状態で寝た方が、目覚めも良かったというのは、これはちょっと裏付けがあるのかわからないですけど、体感的にそういうのを感じます。まあ、確かに消化器の負担は軽くなるかもしれないですね。なんか内臓の疲れみたいなところなのかなとは、感じやすいのかもしれないですね、それが。じゃあ朝食お昼に関しては普通に、そうです、基本玄米ね、いつも作ってきてますもんね、お弁当ね、はい、本当偉いと思う。で、今年はちょっとその、まあ、今までは鶏の胸肉メインでやってたんですけど、玄米とサバ缶、朝昼大注目のサバ缶、そう、お酒ないんですもん、サバ缶。そう、すごい消費量らしいですよ、ね、サバ缶。もうね、ネット探しても、それ何ですか、こだわりのサバ缶があるんですか、ね、いや、特にもう、もうね、価格で選んでるんですけど、安いの売り切れちゃってて、もうちょっと、まあ、近所のスーパーで、まだサバ缶が潤沢に売ってるところがあったので、そこでやってるんですけど、はい、それを、今シーズンは、朝昼、それをメインで試してる。なるほど。はい、まあ、今日はですね、まあ、上野さんの、まあ、年間通しての試合の、まあ、お話ですとか、それに向けた、まあ、準備とか取り組みっていうのを、まあ、聞かせていただきました。で、では、次回はですね、その減量期の、使っているサプリメントであったりとか、はい、まあ、トレーニングの、まあ、兼ね合い、サプリとトレーニングの、まあ、兼ね合いですとか、まあ、そういった、まあ、減量期について、詳しく、聞いていきたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました、それでは皆さん、今回の内容いいというふうに思っていただけた方、また、私を応援していただける方、ぜひグッドボタンを押していただきたいと思います、これが応援になりますので、ぜひ押していただきたいと思います。あと、チャンネル登録も、よろしくお願いします。